皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、と思う一方で、自分の子供とほとんど同年代だったので、親目線で、お母さんが教えたろう、っていう気持ちでした。わら。そこからどのように距離が縮まっていったのですかかい。僕は人見知りだったので、まずは職場の先輩から情報収集しました。26歳くらいかなと思っていたのですが、 実際は42歳で、でも全く気になりませんでした。一目惚れして以降、上司として差配する姿とか、年上にも年下にも気遣ってうまく接する姿を見ているうちに、ますます好きになって、むしろ、絶対、この人が欲しいと思うようになっていました。シングルマザーと聞いたので、アプローチするしかない。と思い、 控えめに断られ続けてもめげずに誘い続けました、笑。エミさんはどんな気持ちでしたかエミ、まずは、21歳も下の人からのアプローチってありえないですよね。私からしたら、そういうのって小柳ルミ子さんとか芸能界の話でしかないと思っていたので、自分にそんなことが起きるなんて想像できなかったし、絶対からかわれていると思ったんです。 デートに誘われて行ってみたら、ほんまに来たで、って笑われるんじゃないか、みたいな。本当にそれくらいの疑いがあったので、なかなか彼が本気であることには気づけませんでした。差配する姿とか、年上にも年下にも気遣ってうまく接する姿を見ているうちに、ますます好きになって、むしろ、絶対、この人が欲しいと思うようになっていました。シングルマザーと聞いたので、 アプローチするしかない。と思い、控えめに断られ続けてもめげずに誘い続けました、笑。エミさんはどんな気持ちでしたかエミ、まずは21歳も下の人からのアプローチってありえないですよね。私からしたら、そういうのって小柳ルミ子さんとか芸能界の話でしかないと思っていたので、自分にそんなことが起きるなんて想像できなかったし。 絶対からからわれていると思ったんですデートに誘われて行ってみたら、ほんまに来たで、って笑われるんじゃないか、みたいな、本当にそれくらいの疑いがあったので、なかなか彼が本気であることには気づけませんでした。って、いい年して、とか、自分の子供と同じような年の子と付き合うなんて考えられへんと陰口を言われて、罪悪感がどんどん募っていきました。 それでも結婚に踏み切れたのはなぜですかエミ、6年間、2人でいろいろ話し合って同棲もしてみて、いろいろな犠牲を払ってでも一緒になりたいという覚悟が決まりました。それでもやっぱり、最後の最後まで私はカイくんのご両親のことがどうしても引っかかっていました。ですが、カイくんに、会ったこともないくせに、俺の両親をバカにするなよと言われて。 その言葉を聞いた瞬間、私は逆に、同じ子を育てる親として、どんな親御さんなのか合わせてもらいたくなったんです。格好の標的になってしまって、いい年して、とか、自分の子供と同じような年の子と付き合うなんて考えられへんと陰口を言われて、罪悪感がどんどん募っていきました。それでも結婚に踏み切れたのはなぜですかエミ6年間 二人でいろいろ話し合って同棲もしてみて、いろいろな犠牲を払ってでも一緒になりたいという覚悟が決まりました HY。まる、それでもやっぱり、最後の最後まで私は海君のご両親のことがどうしても引っかかっていました。ですが、海君に、会ったこともないくせに、俺の両親を馬鹿にするなよと言われて、その言葉を聞いた瞬間、私は逆に、 同じ子を育てる親として、どんな親御さんなのか合わせてもらいたくなったんです。かい、僕は全然、感じません。更年期の症状とかつらそうだなと思うことはありますけど、僕はその年の人を好きになったのだから、当たり前のこととして受け止めている。女性が上の年の左婚だと、女性は自分の老化がとても気になると聞きますが、年相応に変化していくのは当然やし。 僕らからしたらそれに関しては脳がバグるんです。好きやったら年齢の壁も超越するんです。それよりむしろ、老化に関しては近頃、僕の方がヤバいかもしれません。わら。どう思いますか気に入っていただけると嬉し,しいです。また次回お会いしましょう。